So, thank you very much for joining ISAP 2020 thematic track. ありがとうございます。ISAP 2020トラック13です。貝沼美彦と申します。アイジスの研究顧問をしております。本セッションの議長をさせていただきます。スライドについての説明をさせていただきます。本 ISAP 2020はスライドを使ってオーディエンスとの交流を図っています。コメントや質問についてはスライドに書いてください。スライドの URL もしくはこちらの QRL のコードからスマホやタブレット、PC でアクセスしてください。皆さんからのご参加を心待ちにしております。このセッションの狙いは脱炭素化に向けた道筋、グリーンリカバリーに向けた科学者からのメッセージを探るというものであります。私たちのグローバルな危機はまず急速に広がる新型コロナの感染、そしてまた依然として続く気候危機であります。こういった課題に乗り越えるため、ネットゼロに向けたグリーンリカバリーが大切になります。10月26日、菅義偉総理大臣が2050年までにネットゼロを達成すると宣言しました。EU も2019年の12月に欧州グリーンディールを発表しました。環境、気候問題を危機ではなくチャンスに変えようとしての試みです。現状が続くということになれば、平均で見て 1.5 度上昇に2030年になりかねません。気候変動にすぐに対応する必要がありますが、それと同時に脱炭素化を進めていくことが最善の道と考えられています。新型コロナの影響は世界中で影を落としています。このグリーン回復の名のもとに行われる脱炭素化もそれを念頭に考えなければいけません。本セッションにおいては経済社会インパクトが新型コロナと気候変動によってもたされる中、産業、雇用、ファイナンスの移行が必要になってきます。そして私たちはこういった現状の危機にタイムリーで適切な形で対応していかなければいけません。その時に社会を長期的に再設計する上で科学はどんな役割を果たせるのかを探ります。まずは日本の増井俊彦教授です。それからイタリアのガブリエーレ・ザニーニ、そしてまたイギリスのロバート・グロス、フランスのジャン・シャルル・ウーカード、そしてドイツのステファン・レヒンボーマー氏が参加してくださいます。そして、アイジスは LCSR ネットの事務局をさせていただいています。そして、これまでもいかに低炭素、そして脱炭素社会に向けての移行について検討し、今日までに11回、それに関しても年次会合で取り上げてきました。本セッションにおいては、それぞれ10分お話をいただいた後でディスカッションをさせていただきます。プレゼンテーションの時に合図の鐘を鳴らさせていただきます。タイムキープのためです。一度ベルが鳴った時には残り3分、2回鳴った時にはもう時間が終わったのでまとめに入ってほしいという意味です。一番最初に増井俊彦教授にお願いしたいと思います。国立環境研究所社会環境システム研究センター室長をしていらっしゃいます。また工学部を東京工大で教えていらっしゃいます。そして長期的なカーボンニュートラル、それから長期的な短期的なアクションについて研究していらっしゃいます。ありがとうございます。スライド見えますか。それではプレゼンをさせていただきます。初
少々お待ちください。はい、まずこのような機会をくださいましてどうもありがとうございます。活動についてご説明させていただきます。このセッションは脱炭素化社会、いかにしてそういった社会を構築するかであります。まず最初、なぜあるいはいかにして脱炭素化社会を世界で構築するかでありますけれども、 IPCC の 1.5 度報告書でありまして、私たちは迅速に温暖化ガスを減らさなくてはいけない、そして2050年までにネットゼロを達成しなければならないと言っています。これが 1.5 度のターゲットを達成するすることが脱炭素化社会へと結びつきます。しかし現状は十分ではありません。すべての国がその国別のターゲット、NDC と言われているものですけれども、それを達成したとしてもその状況ではまだまだ 1.5 度の削減まではまだまだ遠いところがありますし、また2度はかなり難しいです。そのため私たちは加速化しなければなりません。より野心的なターゲット、そしてさらに野心的に活動していかなくてはいけません。でこの 1.5 度でありますけれども、パリ協定の中で言われています。多くの国々が独自の長期的な温暖化ガス削減戦略を作りました。そして先ほど貝沼さんがおっしゃったように、日本もやはりネットゼロの温暖化ガスを2050年までに達成するというふうに言いました。ちょうど先月です。その前のターゲットは 80%、 2050年までに 80% を削減でありましたけれども、今日本のターゲットは変わりましてネットゼロというふうになっています。そしてネットゼロの排出を達成するには、日本の場合やはり私たちもこの温暖化ガスを非常に急速に減らさなくてはいけません。そしてそれを達成するためには NDC を改定しなければいけないかもしれません。2030年です。これが現在のターゲットです。そして 80% これが点の方ですけれども、そして実践の方ですけれども、これが2050年までにネットゼロを達成するということで示しているものです。ということで現在の NDC 2030年のターゲットというのは決して十分ではないということになります。そのためさらに加速化して、そのもっと野心的なターゲット、あるいは活動していかなくてはいけません。このスライド、典型的な例を示しています。いかにしてネットゼロを排出を達成するかですけれども、もちろん非常に劇的な移行が必要であります。例えば省エネの改善ですとか、あるいは脱炭素化した発電、電化、カーボンシンク、そして CO2 以外のものを減らす対策というものが必要になります。そしてこのようなサプライサイト以外にも非常に大きな移行が、その需要サイドにも必要になってきます。それは行動変容であります。例えばデジタル化、これが最も重要なものの一つです。そしてその脱物質、これも重要です。そしてこれに関連しまして、脱物質に関連しまして、そのゴミを減らす、例えばフードロスも減らすということです。日本ではもったいないという言葉があります。これがキーワードになります。このネットゼロ達成にのキーワードとなります。でこのネットゼロ排出ですが、この世界的な問題と関連していますので、これは発展途上国のサポートも必要になってきます。ではどうやって達成するのか、それもやはり重要な点であります。
まず、とにかく、まあ、即座に行動を起こさなくてはならない、前のも言いました。そしてさらに長期的な見方というものを考えなくてはいけません。今私たちの活動というのは非常に短期的なもの、視野の中で行っていますが、しかし考え方を短期的なものから長期的に変えなくてはいけません。そしてそれに関連して社会経済条件も変わる必要があります。それから社会の科学者たちの役割、やはり例えばいろいろな数字やモデルやシナリオなどを利用しまして一貫してなくてはいけません。そしてモデルですけれども、これは将来のビジョン、あるいは将来の図を示すことができます。それは既存の制度やあるいは過去の経緯にのっとってでありまして、非常にさまざまな活動のシミュレーションを作ることができます。ですから、モデルやシミュレーションに基づいて、あるいはそのシナリオなどで、いろいろなその将来のオプションを示すことができます。そして、それ以外の必要な情報を例えば政治家ですとか、ステークホルダーに提供します。そしてもしステークホルダーからいろいろな要請があれば、将来的なシナリオをまた検討し直します。さらに私たちが見せようとしているのはネットゼロのその道筋であります。日本におけるものです。でこの分析、十分ではありません。一貫したネットゼロのその道筋を示していません。というのは私たちはその通常のやり方をやっていますので、まだあまりその急激な需要の削減は示していないので、こういったシミュレーションの分析をしなくてはいけません。そしてステークホルダーたちと話し合いをしなくてはいけません。で今のこの瞬間で貝沼さんがおっしゃったようにコロナというものもやはり考えなくてはいけません。そのためまず回復をしなければいけない。現在の非常に大変な深刻な経済的な打撃から回復する必要があります。で今のところ現在の時点で多くの国際組織が評価しているのは、温暖化ガスの削減はコロナゆえに、非常に大きな経済的な打撃を与えているわけなんですけれども、しかしこれは短期的なもので、直定的なものではなく、そして持続可能ではありません。例えば日本の例です。月別のエネルギーデータです。青が2030年、赤が2019年です。青が2020年です。もちろんエネルギーの需要を減らすことはできます。前年に比べて。しかし今ではだいたい同じレベルになってしまっています。去年とほぼ変わらないレベルです。もし経済活動が回復して、その従来の方法に戻れば、形に戻れば、何らかのリバウンドがあるかもしれません。エネルギーの需要にです。そのため、いかにして両方、経済の回復とエネルギーの省エネですとか、ネットゼロ排出を達成するかを考えていかなくてはいけません。で、それを実現するために、両方を実現するために、私たちはいかにしてその短期的にこの経済的に劇的に回復をするか、そして現在の活動が2050年に結びつくかということを考えなくてはいけません。ですから、長期的な問題、それから短期的な問題がこの結びついています。そして両方のターゲットを達成するには、我々は自分自身を変えなくてはいけません。行動ですとか考え方をです。もちろん技術の問題非常に重要であります。でも私たちは考え方を変えなくてはいけません。で
まあ、いくつかの点を変えてきました。日常生活の中でです。まあ、こういったことを、例えばグリーンリカバリーとかデジタル化、そういったものも継続していかなくてはいけません。もちろんこの問題は決して簡単ではありません。しかし、まあ、それは克服しなければいけないものです。そしてそれによってネットゼロの排出、あるいは 1.5 度のターゲットを達成していきます。以上です。ありがとうございました。増井さん、ありがとうございました。次にガブリエレ・ザニーニ先生です。リサーチディレクターとして、イタリア新技術エネルギー持続的経済開発機構 ENEA にでご活躍です。でプレゼンテーションをしていただきますが、それに続いてセルジオ・ラモッタ先生、同じく ENEA のリサーチャーでありますが、お二人のプレゼンテーションを続けてやっていただきたいと思います。まずは ザニーニ先生ですが、イタリアのパンデミックの危機とロックダウン、どういう教訓が得られるかという発表になります。その後でセルジオ・ラモッタ先生の方からは、イタリアの復興レジリエンスプログラムというタイトルでお話しいただきます。ではガルブリエーレ先生、それからセルジオ先生、お願いいたします。はい、ありがとうございます。聞こえますでしょうか。スクリーンもご覧いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。皆さん、おはようございます、こんにちは、あるいはこんばんはでしょうか。何が起こったか、ロックダウンの最中に何が起こったか、これは本当に例外的な、そしてもう特異的な出来事だったと言えると思います。そしてこれは大きな実験となりました。排出とそれから大気質、あるいは大気汚染に関わる意図しない大実験となりました。 CO2 のトレンドがどうなるかも見ることができました。私たちはイタリアでプロジェクトを立ち上げました。これがプルビルスという名前です。プルビルスというのは、まずプルビが、ホコリ、それからウイルスのバイラスをつなげた単語となっています。つまり大気汚染とそれから、このパンデミックの広がりをつなげてみようと、イタリアではかなり大きな論争となりましたし、ヨーロッパでも論争となりました。物理的、化学的、そして生物学的なその相互作用、その微粒子とウイルスの間のその相互作用を見ようと、この微粒子がブースターといいますか、そのキャリアとしてそのウイルスを広げることになるのかどうかを見ようと思いました。またロックダウンすることで大気汚染、あるいはその温室効果ガスにどう影響が出るのかを見てみることにしました。この一番端の欄ですけれども、ご覧いただきますと、どれぐらい排出がマイナスになったのか、パーセンテージで示しています。それぞれのセクター別に示されています。例えばエネルギー生産、8% ほど削減されました。産業も 7.5% ほど、運輸、13% 以上、それから暖房で 6%、 それから工業プロセスや溶剤などでも 2% 近く削減ということになりました。でトータルとしまして、年率にしますとマイナス 7.5% ぐらいになります。農業からの排出、家畜からの排出だけが動いていません。というのも農業、それから家畜産業は、そういう活動はロックダウン中も続いたためです。また農業について言えば、農業からの排出、
これはアンモニア排出という点で大事です。アンモニア、農業からのアンモニア、それから尿酸ベースのその肥料の使用、この二次的な粒子物質、直接排出されているわけではないということで、まあ、二次的と言われています。そしてこれが大気中に排出されます。こちらは NO2 のトレンドを見ています。 NO2 の濃度、ミランの地域を見ています。1月10日から10月末までを見ております。でこの間、2月21日から5月29日、これがロックダウンの時期になりますが、トレンドを見ますと下降傾向にあります。でまた夏の期間も同じ状況が続いています。これは2つのシミュレーションを示しています。化学物質の移動モデルです。でもどちらも一致しているのが PM10 の濃度が下がったということ、ポー平原でロックダウン中下がったという状況になります。またロックダウンですが、より多くの規制が農業にもかけられた場合、これが下の図となります。下がっていますが、15-20% の PM10 の濃度、ロックダウン中そういう状況になっています。でこちらの場合、農業の排出規制がかかりますと、ミラノ、それからトリノ、PM10 の濃度がより効果的に下がっているという状況が見られます。では、CO2、二酸化炭素はどうでしょう。小さな砂漠と、それから島が地中海にありますが、これがアフリカがに割と近いんですけれど、ランペドーサというイタリアよりもアフリカに近いところがあります。でここで二酸化炭素の排出量を測っていますが、 CO2 の排出トレンド傾向ですが、増える傾向になっています。 CO2 の濃度は増えています。これがばらつき、月ごと年ごとのそのばらつきを示していますが、上昇傾向にあります。年率で言いますと1年で 2.6ppm 上がっています。振れ幅はと言いますと、1年のサイクルで 10ppm ほどの振れ幅があります。そして半年の振り幅で言いますと 3ppm ほどであります。ランペドゥーサは地中海の真ん中にあるという状況ではありますが、離れたところに大気団が行ってその汚染を引き起こす可能性があります。この CO2 の大気団、東の方からその火災によって、ロシアでその火災があったんですけれども、それがランペドゥーサにまで届きました。ですので、この四角、赤い四角で囲ったところ、CO2 の濃度がこの間どうなったか、高くなっているのが見えます。 CO2 の街中の様、ドイツのガルトーという街中の様子です。赤い四角で囲んだところのその上下動ですが、その振れ幅がロックダウン中ということで小さくなっています。ただ都市部の CO2 の濃度は、まあ、ロックダウンの影響であるということが分かりますが、しかし
一般的なトレンドとして下がっているというわけではありません。こちらのスライドは新型コロナの結果、温室効果ガス排出が 6% 2020年下がったということを示していますが、しかしそれでも温室効果といいますか、地球温暖化 1.5 度以内に収めるために必要な 7.6% の削減には届きません。ということで、まだその脱炭素化は難しいということのようです。ということで、ロックダウンで一部の大気汚染物質の濃度は下がりましたけれども、とはいえいろいろな分析をしますと、同じトレンド全部下がっているというわけではありません。またノックスについて言えば、そのモニタリングのステーションに近いところで起こっているということです。そして粒子状物質などは化学反応が大気汚染、大気中で起こったことで、その形成や分散が変わっているということが言えます。また CO2 について言えば、大きくそのバックグラウンドで下がったという証拠は全くありません。気候システムの惰性というのが、その感性がとても強いので、 CO2 の濃度はあまり変わらない。そしてその地球温暖化の影響にもほとんど影響がないということです。ですので、より強く脱炭素を図っていかなければなりません。以上です。ありがとうございます。ガブリエルさん、ありがとうございました。ではセルジオさん、5分間でお願いいたします。わかりました。それでは私のを挙げさせていただきます。何分もかからないと思います。というのも、先ほどかなり私が言おうと思っていたことが含まれているからです。イタリアの現状をご説明したいと思います。このプラン、それからイタリアの状況を考えてみますと、これは EU による決定に基づくものです。いわゆる欧州のネクストジェネレーションファンドで回復を図ろうとしている EU の状況です。で、その一部がイタリアに向けられたということです。というのも、この新型コロナの影響を我が国が非常に受けているからです。そしてこれは省庁間コミッティによるものです。このプランはいろいろな問題領域を網羅しています。回復といっても健康の分野だけではなく、交通や環境、その他の分野が入ります。だからこの省庁間コミッティが必要になってくるわけです。で、イタリアの状況ですが、重要な点としては、議論の出発点としてイタリアの状況が重要でした。過去20年、イタリアの経済成長は停滞してきました。投資も、公共投資という点においても、民間投資という意味でも限定的でした。2008年前の以前のレベルに戻っていません。そして研究開発の投資支出も他の EU 諸国に比べると低い状況にあります。また
雇用率の低さが女性に特に、それから若者が不利な状況にあります。加えて、教育という点においても、欧州諸国の中間値よりも劣っています。というわけで、状況はかなり暗いというのがイタリアの状況です。まあ、こういった問題に直面しているというわけです。この回復レジリエンスプランの狙いは、完全なデジタル国家に、そしてまた安全で効率の良いインフラを持ち、グリーンで持続可能な国になるということです。より競争力があり、レジリエントな経済体制を作り、また産業界を支援するような仕組みを持っている国になりたいと考えています。3月以降、イタリアの産業界は非常に苦しい状況に置かれています。また、公的制度においても効率性を高め、そして研究教育投資を進め、より平等で包摂的な国家になることが、リカバリーとレジリエンス計画にの狙いです。何よりも、より平等で有効な、より近代的で有効な法的システムにするということが狙いでもあります。で、私たちの直面する課題は、この計画を2021年の1月にまずは EU に提出し、それの評価を受けるというわけです。これは次世代向けの計画でありますので、この使い方ということにあっては適切妥当性が欠如していてはいけません。特にドイツやフランスへのこういった問題に対する説明が必要になってきます。それによって国のレジリエンスや回復力を高めたい、そしてまたパンデミックからの回復を図り、グリーンでデジタルな移行を進めて、そしてまた経済成長ポテンシャルを高め、雇用を生み出していきたいと思っています。こういった形で移行を遂げていきたいと思います。で、そう考えますと、私たちはこの方向に進めるのではないかと、いい位置につけていると思います。ガブリエルさん、セルジオさん、説明ありがとうございました。新型コロナの影響について、そしてリカバリーレジリエンスプログラムについて、イタリアの状況を説明していただきました。次のスピーカーはステファン・レヒテンボーマー氏です。ウッパーダール気候環境エネルギー研究所未来エネルギー産業システム部ディレクターをしていらっしゃいます。ドイツの方です。それからまた准教授として環境エネルギーシステムを教えていらっしゃいます。将来のサステナブルなエネルギーシステムについてウッパーダール大学で教えていらっしゃいます。今日の演題は欧州グリーンディール実施としてのドイツ気候中立性低炭素社会国際ネットワーク炭素社会への道ということです。皆様こんにちは。それではスクリーンを上げたいと思います。Okay. Thank you. I hope you can. ありがとうございます。プレゼンテーション全部見えてますでしょうか。気候ニュートラリティとドイツのシナリオ、欧州グリーンディールのシナリオとの関連をつけながら話をしていきたいと思います。欧州グリーンディールは皆さんもご存知だと思います。欧州は
気候ニュートラルな大陸に2050年までになろうとしています。そのためには全ての経済セクターの行動が必要になってきます。特に大きな投資が環境フレンドリーなテクノロジーに必要であります。産業界が革新的な行動を取るよう支援をしていかなければいけません。交通などに関しても脱炭素化を完了しなければいけない。またビルの効率も高めていかなければいけません。これがヨーロッパの目標です。これを成功させるためにはイノベーション戦略を経済で実施していかねばなりません。で、気候ニュートラリティに関する調査の結果をお見せしたいと思います。気候ニュートラリティがドイツでのどうなるか、で、気候ニュートラリティを欧州大陸で実現するための道筋として、またこの経済的なメリットについてご紹介をしたいと思います。すでにお見せしたように、先ほどの日本のプレゼンテーションにもありましたが、いくつかのステップが気候ニュートラリティのためには必要です。ドイツにおいてもそれは同様。こういったステップというのは国ごとに違いがあるというわけではありません。こういったことは大体各国間のやり方が収斂するような傾向があります。過去にもかなり排出を減らしてきました。特にエネルギー部門においてはそうです。ビルや工業界においても減らしてきました。けれどもまだ排出が十分低いとは言えません。そして気候ニュートラリティを実現するために3つのステップが必要だと考えています。まず1つ目が政策の野心性を2030年に向けて高めていくということ。これは日本の皆さんと似通っていると思います。そのためには石炭のフェーズアウトを2030年までに実現することになります。そしてまた電力の7割を再エネにしていかなければいけません。2030年までにです。それから交通の3分の1はすでに2030年までに電化をしていかなければいけません。また工業界、産業界においてはかなりの規模で新しい技術を導入し、例えば水素ベースの鉄鋼製造とか、センサーを使って他の産業界にも活用していく。それプラスビルのレトロフィットもかなり拡大していかなければいけません。ヒートポンプなどの導入も必要となってくるでしょう。また農業における行動も必要です。こういった政策を講じて 65% GHG を減らしていこうとしています。それを2030年までにしたい。1990年レベル をベースイヤーとしています。そしてまたマイナス 65% まで減らしたところで、そこからさらにステップを取っていくことになります。電化や水素への置き換え、エネルギーセクター、交通セクター、ビルセクターも重要になってきます。農業がかなりここでは小さく書いてありますが、最終的には何らかの排出が残るとすれば、農業関係であって、ゼロのためには、もしくはマイナス、ネガティブエミッションにはバイオエネルギーや、その他 CCS 関連を組み込んでいく必要になると思います。で、そういったことに関しては主にこの産業界で起きてくると思います。発電所がもはやエネルギー需要としてこの火力発電をあまり必要とされなくなってきている。なのでネットでネガティブな産業になっていく必要があると思います。ゼロカーボンをドイツで実現するためにはです。で、この最初の2つのステップをより詳細に書いたのがこちらです。先ほども言いましたが、ステップ1というのはすでにもう第1段階でかなり野心的なものです。あと10年しか時間は残されていません。ですので私たちは迅速に行動をとって、すべての取り組みを回復に振り向け、エネルギーシステムを変えていかなければいけない。重工業、自動車業
会なども変えてイノベーションを強化していく必要があります。で、こういった状況が実現すれば 65% のところまで2030年には減らしている。ただこれをさらに減らしていくということに関しては、産業界が 100% 再エネに置き換えたり、水素に置き換えたり、バイオマスを導入することによってネガティブエミッションに向け努力をしていく必要があります。で、これがすでにビルの9割がリノベーションが、ね、進められています。 100% の再エネ化、そしてこのドイツに、失礼、電力に関しては需要が増えている中での 100% 再エネ化が必要になってきます。次のスライド。こういった戦略、特に2030年以後について主に書いてありますが、さらに電力がこれからのセクターでは必要になってきます。産業界においては特に脱炭素化を特に交通の分野で行っていく。そのためにはさらなる電化をこの分野で遂げていかなければいけません。ビルの領域においてはかなり効率の良いテクノロジーも存在しています。イノベーションレトロフィットを行っていく。なので同じ電力、例えば家電製品を使っている電力を暖房に回していったり、それからまた水素をベースとした発電、もしくは CCS などを使っていく必要があると思います。これは戦略上とても重要なことです。エネルギーシステムの電化を図っていくということです。ということは再エネによる発電キャパも拡大していかなければいけない。かなり高めていかねばなりません。だいたい5倍ほどにキャパを風力とか太陽光発電などを2050年までに増やしていかなければいけません。電力発電においてもこれから200テラワットであるものを2020年までに何倍も増やしていかなければいけません。そのためにはかなりの投資が必要です。例えば10テラワット PV、 それからオフショアでは5、それからまた洋上陸地5テラワットぐらいずつ必要になります。失礼、 1.7 ギガワットと 4.5 ギガワットです。ですので過去に1年間の目標ということに関しては達成したことはありますが、それを長期的に続けていかなければいけません。これを1年こっきりではなく、2030年以降は電力のシステムを継続的に変えていかなければいけないので、さらなる投資が必要です。で、まとめに入りたく思いますが、気候ニュートラリティ、気候中立性というのは非常にパワフルな投資戦力であります。かなりの投資が必要ですし、またイノベーションも必要になってくる。これはヨーロッパ、ドイツ等共通のことだと思います。再エネベースに関しても電気や水素を基盤とすべきです。また交通セクターの電化が必要となってきます。それは非常に大きな影響が出ます。自動車の置き換えが必要になってくるわけです。これはドイツで最大の産業です。なので、そこを再発明しないといけません。それからまた、基本的な材料に関しても、ローカーボン、それから気候中立的な加工テクノロジー、例えばセメントやグラスの製造などに関しても、かなりの産業エネルギーを使っていますので、新しい加工技術などに関しては、電化やもしくは水素の活用が必要となってきます。また他に必要な技術としては、国際的な協力も必要になります。これがどういった経済的な意味を持つかということですが、まだあまり深くは研究していないのですが、今の戦略から逆算すると、追加投資として5000万から1億ユーロ程度の年間投資が必要となってきます。これができれば経済的にも強い促進効果があります。GDP を2から 3% に当たります。
これは戦略的にも高齢化する国にとってはとても良い政策になるのではないかと思います。ただお金をドイツが化石燃料に使っているお金に匹敵します。ただそれの使い道を変えようというわけです。なので現在のエネルギーを7割例えば化石燃料の形として輸入しているのをやめて8割を再エネの電力にしていくということに変えていく。つまりエネルギーシステムの8割が再エネ電力に依存できるようにする。残りに関しては水素もしくは合成エネルギー単体に切り替えていくということになります。また気候緩和それから公害や健康イノベーションという点においても非常に良い高ベネフィットが得られるのではないかと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に細かいヨーロッパのグリーンディールについてまた具体的なそのドイツでのステップについてありがとうございました。次のスピーカーはロバート・グロス教授でいらっしゃいます。英国エネルギー研究センターのディレクターです。 UKERC というところです。さらにインペリアル・カリッジ・ロンドンのエネルギー政策技術の教授でいらっしゃいます。これまでにエネルギー政策技術センターのディレクターや未来エネルギー研究所の政策部門のディレクターを歴任していらっしゃいます。プレゼンテーションは再生可能エネルギーと省エネでの中の雇用創出です。ではよろしくお願いします。皆様おはようございます。あるいはこんにちは。ヨーロッパおはようございます。日本こんにちは。ご紹介ありがとうございます。私はこの LCRS ネットでは初めてでありますので、皆様の活動について知るいい機会と思っております。ではスライドを共有しましょう。大丈夫でしょうか。私のプレゼンの状況、これはイギリスの観点からお話しますが、非常に今聞いたもの、ステファンさんが言ったことに似ています。ネットゼロターゲットがイギリスにもあります。これは去年法律となりました。そして温暖化ガスはすでに下がってきています。90年をベースラインにした場合ですけれども、しかし、この脱炭素化のステップするにはまだまだやるべきことがあります。この電気だけではなく全てのセクターにです。またいろんな課題があります。ドイツでも同じです。ドイツとも同じです。でもおそらく今日興味深いかなと思いますのはちょっと異なる側面を見ることです。そして皆様に私たちがやっているリサーチに基づいたことをご紹介したいと思います。それは、そのグリーンジョブ、雇用ですけれども、それをやっていること、これは経済にも必要でありますし、また気候変動に対応するためにも必要であります。これ全部やるかどうか分かりませんけれども、これは現在のメディアは2つのことであふれています。トランプ対バイデン。そしてこの2人ですね。それからコロナです。それでいっぱいです。しかし同時に非常に多くの注目がこの雇用創出にもの問題にも当てられています。で、それはもちろんイギリスでもそうです。数週間前、首相はこの海上風力についてお話をしました。で、サウジアラビアに行くということですけど、どういう意味か分かりませんけれども、とにかく可能性はいろいろとあります、あると思います。それではこの数ヶ月、イギリスで何をやっているかなんですけれども、私たちが何をやっているかですけれども、まず最初、調査をアップデートしまして、この全体的なレビューをいたしました。2014年にやったことなんです。2014年にやりました。そして、その賞味の雇用創出について見ました。再生可能エネルギー、それから省エネ、これはそれを推進するための政策なんですけれども、非常に競技的なものであります。そして興味深いと思いますのは、
まあ、それが一体どういう意味があるかであります。また、概念的なものです。というのは、まあ、エネルギーや気候というのは非常に、まあ、例えば統合的な評価モデルですとか、まあ、いろいろなその予測ということばかりに気にしてしまいます。で、こちらの方もやはりこの結びつけていきたいと思います。ということで、まあ、いろいろな議論が、まあ、グリーンジョブということについてあります。しかし、まあ、それに巻き込まれたくないと思います。そして私たちがそのフォーカスをしているのは、この雇用に与える影響であります。特にその一部のセクターであります。それは再生可能エネルギー、それから省エネであります。まあ、1500万、まあ、1000万がこのセクターで世界中で雇用されています。しかし、まあ、これをもうちょっとこのバラバラにしまして、メキシカのその議論の原因ですとか、一体何が課題なのかということを見ますと、まずその定義の問題を考えること、それから境界の境界線の部分を考えるのが面白いと思います。まず3つの基本的なカテゴリーがあります。雇用創出のものです。直接雇用。例えば、そのウィンドタービンを設置するとか、それから誘発された雇用創出もあります。まあ、これはその経済全体にかかってきます。つまり人々がそういったセクターで働いている人たちがお金を使った場合のことを言います。それからまあ短期的なもの、長期的なものもあります。果たしてそれが長く続く雇用なのか短いのかということもありますし、またその亡くなってしまった仕事、雇用、その全体の労働市場に対するそのインパクトというものもあります。また経済全体にどういう影響があるのかということもあります。そして一つ考え方は、一つの考え方はその生み出された雇用と亡くなった雇用であります。例えば再生可能エネルギーでありますけれども、まあ、正直に言いますと、おそらくその化石燃料の部分の仕事を失うことになります。ですからこういった移行を行っていけません。でもそういったことを今日お話しするのではありません。今日お話ししたいのは、ここでご覧いただければ分かることですけれども、正味のその雇用です。で、細かくは言いません。その方法論についてですけれども、それは全く10分でやるのは全く不可能であります。しかし、さまざまなアプローチがあります。そして雇用の数を数えるやり方、それからその政策の変更がいかにして影響を与えるかということであります。ですから、例えば簡単な統計的なアプローチもありますし、あるいはインプットアウトプットモデリングもありますし、またモデリングもいろいろとあります。いろいろな、例えば CGE ですとかマクロエコノメトリックモデルというものもあります。そしてそのマクロ経済の面でも重要な点があります。長いこといろいろと議論されてきました。私最初に経済学を始めたときに、まあ、これは高校生レベルでも、例えばケインズ派ですとか、果たして政府が雇用創出できるのか、あるいはもうただ私たちは転々とするのかということを言っていました。で、今コロナのショックがありますけれども、今いわゆるそのケインズ派 の, その、まあ、需要のギャップというものについて話すことができるのではないかと思います。そして、まあ、いろんな議論があると思いますけれども、まあ、多くのエコノミストたちがその受け入れてますけれども、やはりこれは今、雇用創出するチャンスであると思います。それからデータをちょっと見ますけれども、まあ、細かくは言いませんけれども、これはイギリスの状況であります。で、とにかくグリーンジョブがこの中にあります。それはやはりエネルギーの効率性、省エネというところであります。そして雇用創出、これが EU 全体で行われています。そしてはっきり分かりますのは、例えば風力発電でもドイツで多くの人たちが雇用されています。そういったデータというのをこういった形で見るのは面白いと思います。それからゆうかさんが言ったことになりますけれども、まあ、こういったその仕事、まあ、雇用というものをまあ正常化することができます。これはエネルギーのユニットで見たものです。
このスライドはやはり同じようなデータとなっています。これは化石燃料と再生可能エネルギーをその建設の段階で比較したものであります。まあ、これはちょっとこれまでとは違うアプローチをとっています。まあ、両方ともやはりその化石燃料よりは再生可能エネルギーの方が雇用が多いということが分かると思います。それからその正味の雇用でありますけれども、まあ、それはその一部のセクターで雇用がなくなったということを見ていますけれども、まあ、これはいろいろとバラバラであります。まだそのエビデンスベースにはちょっと小さいです。ということで結論でありますけれども、まず最初言えますのは、まあ、私たちがこれまでやった作業によりますと、再生可能エネルギーという省エネの方が通常化石燃料発電よりも労働集約型であると、まあ、それはその短期的建設の仕事でも平均的な工場での終身雇用でもそうだということです。例えば、この、投資をしたとしたら、おそらく再生可能エネルギーの方が長期的になると。そしてイギリスではグリーンホームグラントという助成金がありました。でそれはその家をいろいろと調整できるようにするということがありまして、まあ、財務省でありますけれども、そのセクターで短期的な雇用が創出できるのではないかということを認識しています。ただ長期的に見ますと、やはり経済的なインパクトをもっと広い面で見ていかなくてはいけません。で非常にこれは面白いと思いました。例えば2014年にこの調査をやった時に、まあ、風力それから太陽光というのは化石燃料よりももっと高かったんです。しかし今は違います。つまり全体的な経済のインパクトというのは変わってきたということであります。というのは今は高くなくて、むしろ安いものについて話し合っているということであります。少なくともコンセプトについてはです。で最後にこの短期的な見方ではなく、もっと長い目で雇用創出を見なくてはいけないと思います。そして移行というものをもっと経済全体の形で見なければならないと思います。非常に私たちはとても金利が低金利になっていますし、また世界的に非常に野心的になってきています。そしてコストも下がってきています。ですから今考えなくてはいけないのはコベネフィットであります。そしていろんなチャンスであります。そしてこういった状況を作り出して、持続可能な長期的な、炭素の成長をもたらすようにするということです。以上です。ありがとうございました。雇用創出というのは最も重要な問題の一つであります。そして今世界中でこれ、焦点を当てています。最後のスピーカーになりますが、ジャン・シャルル・ウーカード先生です。名誉研究ディレクターとしてフランス国立科学研究センターに身を置かれています。そしてフランス環境開発国際センターの前ディレクターです。低炭素それからクライエートレジリエンスな失礼、タイトルは気候低排出で気候レジリエントな開発とファイナンスを合わせるというタイトルになっています。ではどうぞ。どうすれば、私たちの方でやりましょうか。ちょっとすいません。はいはい、できそうです。スライド見えますでしょうか。はい、大丈夫です。では始めたいと思います。私の話は少し皆さんと違います。ファイナンスの話を中心に見てみたいと思います。パンデミックの危機にあっては、その金融システムにも影響がありましたので。ちょっと驚いたんですけれども、ほぼ1年ほど前だったでしょうか。ファイナンス、is typically discourse in the
Committee of Central Banks, investors, and the advocate for 投資家や銀行と間のミーティングで、ポジションリスクが金融システムを不安定にすると、そしてヨーロッパでは、ポートフォリオのグリーン化だけを図りたいという人がいます。そしてそのためのマークなどもあります。一方で、開発銀行の側ですが、ローカーボンな投資のDリスク化を図りたいと。ファンドがないというわけではなくて、プロジェクトがないという状態です。こちらちょっと飛ばしたいと思いますが、では実態、金融リスクとは何なんでしょうか。いろいろ言われてはいますが、インパクトが出ている状況を考えてみてください。貸付機関として、一方で、気候のインパクトを受けるアセットを持っている機関があります。急激な変化が起こっていますが、ポートフォリオをどうマネージをするか、4ヶ月、5ヶ月、あるいはその1年かけて変えていくわけですけれども、ここではインパクトが大きすぎるというのであれば、それはやめると。原則として一つのリスクは、そこから自分たちを切り離すと、それは社会にとっては悪いかもしれませんが、投資をする機関は自分を守ることができます。あるいは高いリスク係数でも大丈夫なところはどうしているか。その制度的なリスクにおいては、過去を振り返ってみますと、ロブさんも言ってましたが、ここ20年ほど見てますと、金融システムは負債に依存をして、上がったり下がったりを繰り返してきました。で、今回の場合は、ストレスを受けたバランスシート、それから企業も、それから市町村も負債を抱えていますので、そうなりますと、制度的なショックが大きな問題になり得ます。それが銀行側の見方です。年金基金ですとか。ただ、その中で TCFD や分類でそれを変えていかなければなりません。ただ、実際何が起こっているのかがよく分かっていないと、非常に簡略化した、その標準化したもので見ていくことが必要だからです。それから、例えばそのセメント業界ですとか、これはグリーンな産業ではありません。でも、セメントがなければ、ローカーボンポジションへの投資ができません。一番大きい問題は、ポートフォリオの脱炭素化を図る、図るということで、例えば 11% の資産を、インフラに入れると、そして 30% を不動産に入れるというふうに年金基金がやったとします。ポートフォリオを、クリーンにしようというよりも、ただ単に不動産により多く投資をしたということになります。グリーンなポートフォリオにしたというよりも、グリーンな投資をしたというわけではないんだけれども、結果的にカーボンの投資が減ってしまう、あるいは減っているように見せることができます。そして開発銀行などの報告などを見ますと、ヨーロッパでは、
スクリーンで見ていただければいいと思いますので、わざわざ読み上げはいたしませんが、一番大きな問題は、非常に大きな負債への投資が行われているということ、そして、しかもそれが20、30年続いているこの産業につながっているということです。このグラフですけれども、これも銀行業界が出したものですが、低炭素プロジェクトに関するものです。確かに低炭素プロジェクトかもしれませんが、一番大きなリスクは、その開発銀行として直面しているリスクはそのプロジェクトから来ているんだということです。炭素税を入れることもできるかもしれませんが、ただ政治にも振り回されるところもあります。安定した政策が必要です。ですのでディリスク化を図ることが必要です。いろいろな論文で見ますと、いろいろな保証も出ています。多国間の保証というものも出てきています。バランスシート上にはデフォルトの要項は低くしています。 2%、3% と。また信頼性のためにも必要です。第三者などは残り1分ということですので、2008年の危機の後、新しいガイドラインが出ました。制度の安定化のためのものですが、長期的なプロジェクトが罰せられるようなものになっていました。AAA のプロジェクトの、ものであれば、オフセットができるという状態です。では、結論ですが、エクイティが3分の1も失われるという状況が途上国にあります。多くの国では資本へのアクセスがありません。ただ中所得高所得国であれば資金も潤沢にあります。いろいろな危機が起こっている中でどうそれに対応するか、とにかくテーブルの上にお金を置いても制度的な量的緩和が行われます。そうなりますと国内の その通貨がたくさんあるけれども国際的な通貨の方が少なくなってしまうと。そしてグリーンディールにおいてはプロセスに影響を及ぼすことができるかもしれませんが、国際的な協力で復活を果たすためには、そして他国間のイニシアチブが必要とされます。で、そうすれば人が価値があると見るものと資本が価値があると見るもののギャップを埋めることができるだろうということです。ここで話は終わりたいと思います。
ヨーロッパについて主にお話をしましたけれども、世界にも当てはまるのではないかと思います。ジャン・チャールズさん、ありがとうございました。それではディスカッションを始めようと思います。オーディエンスからの質問をお受けします。皆さん参加していただきありがとうございます。時間のこともございますので、質問は数問に限らせていただきます。1問目、デジタル国家というのはエネルギー需要がコンピューター使用のために増えるという意味でしょうか、それは排出が増えるということでしょうかと。セルジオさん、どうですか。あなたのスライドのところで、レカバリープランの中では完全なデジタル国家を標榜したいとイタリアは考えているとおっしゃっていました。それについてもう少し教えてください。デジタルコンピューティングの国とエネルギー需要の関係について、コンピューターをいっぱい使えばエネルギー需要が増えるのではないかという考え方の方もいるようなので。セルジオさん、どうぞ。はい、質問ありがとうございます。それについてもう少し詳しくインパクトについてお話をしたいと思います。コロナパンデミックとエネルギーの消費の関係についてお話をしたいと思います。確かにガブリエラさんも言っていたように、エネルギーの使用の形は変わるかもしれません。データをアセスするとそれも分かります。住宅の電力消費の方が増えつつあるということが分析からも分かりました。そこにはもちろんコンピューターに使われる電力も入っているでしょう。それと同時に他の使用が減っているということもあります。例えばガソリンの使用も減っています。ただこういったこのものに関しては構造的なものではありません。ここの裏にある考え方、私たちの考え方にあるプランとしては良い変化だと思うんです。そしてその良い変化であれば構造化すべきだと考えています。燃料使用、自動車用のもしくは交通用の燃料使用といったものが出ていますが、そういった見方に関してはまだ全員に受け入れられているわけではないので、さらなる取り組みが必要でしょう。ですので私たちが今直面している課題としては、新型コロナのよろしくない影響を抑え込んで、そして良い影響があるとするなら、それを守っていくということだと思います。そして新しいコンピューターで燃費型のものだって出てくると思いますが、それが作られるには時間もかかるでしょう。ですので、そういったことに関しては今この場ではお答えできません。セルジオさん、ありがとうございました。新型コロナが広がったことにより、日本でも多くの人が在宅し、在宅ワークを始めました。一方で交通からの排出が減りました。一方でコンピューターを家で使う人が増えました。エネルギー効率も改善していくことになるでしょう。再エネ電力ができればかなりの電力供給の可能性も高まるのではないかと思います。もう一つの質問が来ています。ロックダウンが十分な変化を起こさないということであれば、リカバリーにどういった信頼を寄せることができるかという質問です。ヨーロッパでも日本でも、日本では第三の波と呼んでいるんですが、それをコロナの影響として言っているんですが、都市や
職場を閉鎖するとしても、じゃあロブさんどうでしょうか。ロックダウンが社会を大きく変えたのか、もしくはどんな供給が新型コロナのパンデミックから得られたのか、イギリスの状況について説明してください。雇用創出といったお話もさっきなさっていましたが、日本では失業者が増えています。このコロナのパンデミックのせいで仕事を失っている人も多いんですが、ロブさんどうですか？この質問に対して質問いただけ、お答えいただけますか？はい、わかりました。具体的な質問です。私たちは今、ロックダウン中です。他のヨーロッパ諸国でも再びロックダウンをしている国があります。そして、その春ほどの厳しいものではなく、学校や大学はまだ空いています。それから製造業や建設などもまだ続いていますが、今回のロックダウンは社会的なコンタクトを減らそうと、そして感染率を下げようとする取り組みであります。ですので、都市とまた農村部の間では少し様子も違います。どの国においても経済へのインパクトはかなり深刻だと思います。GDP のロスの数字は少し覚えていないんですが、未曾有の高さで1930年のレベルを上回っているのではないかとも思います。雇用創出ということですと、私が言っていたのは将来の雇用創出のことでした。世界中の政府が何らかの経済刺激策を提供することを前提としていました。その時にエネルギー、気候で私たちが考えていかなければいけないのはアカデミアがエビデンスを提供することによって、こういった投資が、そしてまたクリーン業界や成長業界に脱炭素化を示すことにメリットがあるのかということを示していくのが私たちの仕事ではないかと思います。例えば、道路建設や航空業界、もしくはカーパークや商業施設などの救済に乗り出す以外に、そういったことが必要なんではないかと思います。イギリス経済においては、このホスピタリティもしくはサービス業界の割合が高いです。特にそういった業界こそ新型コロナの影響を強く受けています。それから観光業が多いところなども苦しんでいます。ただそういったものをレストランで働いていたところと、それから人のその家屋の断熱材を入れる仕事をパッと置き換えるというわけにもいきません。はっきり言って、第一の政府がすべきこととしては雇用を見つけるということ。バーやレストランと従業員がきちんと働けるようにしていくことが必要だと思います。社会的なインパクトは非常に高いです。短期的な優先事項としては、まず人々がちゃんと働けるようにするということです。それから、プラスではないんですが、教訓としては電力消費が非常に低かったです。数はあったし、お天気は良かった。そしてなぜ消費が減ったかというと、イギリスの場合ですと商業施設の方が電力をかなり使うわけです。例えば空調に関して一般の住宅にはエアコンがなかったりします。そして暖房に関してはガス使用であったりするので、この今の社会システムとして、この再エネを拡大をしていく、それが10年の枠組みでできたとすると、まあもちろん私たち再エネを増やしていくわけですが、今回の教訓に関して、例えば風力や太陽光発電などがエンジニアリングという点だけではなく、とても良い教訓として急速に広げていく必要があるのではないか、そして再エネを増やしていくことができるのではないかと思います。新型コロナというのはとても良くないわけですが、いくつかいいことはありました。どうもありがとうございました。From my, for me, I want to ask you about the questions and the, or ask you to give us theMessage from scientists toward green recovery. Can I ask you a short message? Where we should go and what
green recovery means and そしてグリーンリカバリーとはどういう意味があるのか、日本の増井さんから伺います。ではお一人ずつお願いしたいと思います。メッセージをお願いします。科学者としてこのグリーンリカバリーについてのメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。科学者の役割、良い、その未来の図を描くことです。まあ、楽観的すぎずまた悲観的すぎず、科学者の役割というのはその選択肢を示すこと、これは経済また環境またそれ以外の社会問題に一致したものではなくてはいけません。ですから最終的な決定は政策決定者またステークホルダーたちがやります。また市民がやります。ですから繰り返しますけど、私たちの役割というのはオプションを示すことです。この科学的な知見に基づいたオプションを示すことです。ありがとうございます。つまりいろんな選択肢を示せると、いろいろな道筋を、そのネットゼロに向けてのその道筋ですね。では、イタリアからセルジオさんと、ガブリエルさん、いかがでしょうか。何らかのメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。私のメッセージは非常にシンプルです。いろいろな、まあ、区別ですとか話したりをする時間はもうないと、もうその時代ではなくなったと。このパンデミックは私たちのやり方の弱さを見つけました。発展についてです。そして脱炭素化への道筋というのは、もう必要なことよりもっと早くやらなくてはいけないです。もっと集約してやっていかなくてはいけません。強化していかなくてはいけません。それからグリーンリカバリー、まあ、いろんなプロトコールがありますけれども、そのただ乗りのプロトコールは全く意味がありません。まあ、これは私たちはその、例えば、このインセンティブですとかいろいろな罰則っていうのが変えなくてはいけません。ありがとうございました。セルジオさんいかがですか。何か私がびっくりしたのは、アメリカの政治家が言ったことですね。その、まあ、公的な立場にある人がはっきりと、その科学に習えていったということですね。その発言です。ですから非常に大きな責任が私たちにはあるんです。つまり私たちには責任がある。で本当に真剣にあります。そして私たちがこれまでやってきたことを続けることです。そしてこの重要性を強調していきます。この脱炭素化の道筋を行くということです。そしてもちろん主要なモチベーションというのは変わらずに環境でありますけれども、変わったのはその関係です。社会と、その調査の研究のです。そして今科学の重要性が分かってきました。で特にそのコロナで、コロナ禍でやはり科学に従っていこうと、フォローしていこうということを思っています。これは非常に重要なことです。非常に大きな修正だと思います。私たちと、つまり科学と、一般市民の社会のとの関係のです。セルジオさん、ありがとうございました。では、ステファンさん、お願いできますか。メッセージをお願いいたします。はい、フォローアップをセルジオさんが言ったことにしたいと思います。やはり非常に大変な時だと思います。コロナ危機、それから気候変動の危機が、まあ、非常にもう大きな課題を突きつけてますし、また、まあ、経済の中でも、
いろんな経済に関係者たちもそのカーボンニュートラルを2050年までに達成したいというふうに考えてまして、これも大きな課題であります。つまりいろいろな経済の立て直しもやらなくてはいけませんけれども、同時にそのグリーンリカバリーのチャンスであると思います。それからコロナ危機なんですけども、まあいろいろな打撃をもたらしました。そしていかにし一緒にその社会として協力していくことが重要なことか、そして科学に耳を傾けることがいかに重要かということが分かりました。そして、まあ、多くのチャンスを提供していると思います。そしてこれはクライメートニュートラルの道を加速化させると思います。そしていろんな問題に対応していくものだと思います。ありがとうございました。ではロブさん、ロバートさん、またお願いします。メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。私もセルジオさん、それからステファンさんが言ったことと同じなんですけれども、まずコロナでやはり一番重要なことの一つは、まあ、私たちに何を教えたかと言いますと、ポピュリストたち、やはりその科学が排除はできないということです。つまりこのポピュリストの時の波がありました。一部の国の指導者たちはその事実というのは変えられるんだというふうに言っている人もいます。しかしコロナの経験でありますけれども、事実は事実であると。そして政治家は、まあ、こんなトリックをすることはできない、真実を変えることはできないということです。そして気候の科学というのはもちろん不確実なところもありますけれども、やはり危機というのは非常にリアルで、また非常に深刻であります。そしてコロナでの経験というのは、まあ、政府が問題を真剣に捉えれば、そして行動すれば、これまで考えてなかったことも可能になるということであります。まあ、これまでは、まあ、その気候変動でのそのドラコニオン的な方法はやってほしくないと思っていましたけれども、しかし可能だということが分かりました。そして科学的な立場から言いましたら、再生可能エネルギーの多くの可能性があります。そしてそれは、それのためにはちゃんとした政策が必要になってきます。そして私たちは投資を強化しなくてはいけません。そしてその投資でありますけれども、やはり気候変動の危機を解決するために向けなくてはいけません。そしてそれは本当に可能なことなんです。ありがとうございました。ロブさん、ジャンさん、メッセージをお願いできますか。ジャン・シャルルさん、私たちはコロナは今までになく長期的なビジョン、それからその消費のターゲットを結びつけなくてはいけないと。そして人々のその短期的な目の前の、例えば不確実性ですが、一体どういう道筋に行くかということに対応しなくてはいけません。ですから、まあ、長期的短期的なものをこれを切り離してはいけません。そしてその回復の計画を立てていきます。ボブさん言ったように、このファイナンス、お金というものが重要であります。そして最後結論ですけれども、エンジニア、それからエコノミストの間のこのいろいろ対立というのがあると分かると思いますけれども、エンジニア、エコノミスト、それからそのファイナンスの人たち、本当に努力して取り組まなくてはいけません。まあ、非常にその科学に対しまして叩くことがありますけれども、とにかく科学というのはパワフルで、正しい方向に行くと言っています。そのファイナンス、またエコノミーの人たちはやはり社会のやり方にそれぞれのビジョンがあります。では、
閉会にしたいと思いますが、私たちはヨーロッパと日本のグリーンリカバリーについて科学の観点から話し合いました。科学はどうやってグリーンリカバリーを理解し推進する手伝いができるか。IPCC の 1.5 度報告を見ますと、 1.5 度以内に収めるためにはやはり大きな変化が必要であると、大々的な変化が必要であるということが言われています。さまざまなもの、経済から技術から、それから制度から、社会文化環境、それから生態的、あるいは、物理的な観点からも変化していくことが必要です。そして、移行にはリスクがあります。例えば放射リスクなどです。あるいは取り残されてしまうアセット、高炭素アセットが使えなくなるということ、それから地政学的な変化というリスクもあります。例えば この地政学的なパワーのバランスも崩れる可能性もあるからです。そういうことも念頭に入れなければなりません。ただいいニュースは、世の中は動き始めているということです。そして政府からもシグナルが出されています。日本からも出ていますし、昨年ヨーロッパからも発信されました。またビジネス界も動いています。再エネのコストも下がってきておりますし、投資は低炭素あるいはゼロ炭素の技術に向けられています。グリーンリカバリーに向かう時間は残り少なくなっています。ネットゼロを達成するためには排出削減に今どれぐらい早く取り掛かれるかにかかっています。本日の議論がこのグリーンリカバリーの追求の手助けになればと思っています。セッション中の視聴者の方々からのコメントや質問、本当にありがとうございます。またこのセッションについてどのようにお考えになったのか、アンケート用紙にお答えいただければ助かります。オンラインのアンケートがございますので、そちらを記入してください。皆様からのコメントをもとにして今後のイベントをより良いものにしていきたいと思っています。ありがとうございました。 Thank you very much.